こんにちは、リップスレイ銀座の中尾です。リップス銀座の黒野です。今日は、黒野さんに欲望が決まる無造作パーマをかけていきます。でまずカットからいきます。はい、ではカットが終わったので次はパーマを巻いていきます。では、パーマとカラーが終わりました。カラーの動画に載せてないんですけど、ちょっとトーン数を上げて透明感が出るように仕上げました。で濡れてる時はちょっとくるっとしてるんですけど、乾かすと馴染むんでドライしていきます。乾かすと、さっきのカールが馴染みます。で黒野さんの場合髪の毛が広がりやすいのでウェットブラストでまとめながらスタイリングしていきます。決まる無造作パーマかかりました。どうですか？いい感じです。ありがとうございます。インスタグラムでたくさんスタイルの写真とか上げてるんでぜひチェックしてください。こちらです。では、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。